はい。フリーライターのいつか笑って過ごせる日までです。江戸時代の絵じゃないかを現代版にしてみた。うちで踊ろう、外で踊ろう、どっちでも絵じゃないか。ということでやっていきたいと思います。はい。えーと、なんのこっちゃと。今の時代に絵じゃないかってどういうことやねん。と思われる方も多いかもしれません。ただね、あのー、平塚正行さんという方が、うちで踊ろうという星野源さんの曲を、外で踊ろうとして、 いしてて批判されていますクソ歌詞なんて言われてますけれども歌詞を見てみるとみんなで仲良く集まって踊ろうぜっていう平時であればねいい歌詞なんですよねでもこれをもうなんか今の時代に何を言ってるんだとこの時何を言ってるんだってみんなが思ってしまうっていうのはみんなギスギスしてるんじゃないのっていう話なんですねとにかくみんなで好きな場所で踊ればいいんですよ家でも外でも好きな場所でね そんなことができるような時をね、えー、が戻ってくることをすごく願っています。で、緊急事態宣言の今だからこそ幕末に流行った絵じゃないかというもので、みんなが踊りくればいいよね。あの時も大変だったよねっていう思いを、ね、持って作ってみました。少々ね、不謹慎の内容も含まれているんですけれども、ぜひね、ちょっと聞いてみていただければと思います。 あとねすいません僕音痴なんですごめんなさいっていう感じですはいということでですねまあ早速流してみますのでね是非聞いてください令和時代の絵じゃないかコロナネサーは聞いて狂乱騒乱えじゃないか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 うちで踊ればえじゃないか外で踊ればえじゃないか えっじゃないか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 阿部のヒットコット緊急事態えっじゃないか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 自粛騒ぎでえっじゃないか経済崩壊えっじゃないかえっじゃないかえっじゃないかえ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 えじゃないか はい。ということで、いかがだったでしょうかはい。まあね、あの、歌詞にはね、えー、賛否あると思います。賛否というか、非の方が多いかもしれないです。ただね、この騒ぎが国民一人一人がね、国民主権や自由と権利について考えるきっかけになってくれればいいのかなというふうに思います。反響がね、大きければこの辺のね、詳しい思いも別の動画にするかなとは思っています。 で、えーまああのー、最後にね、えー、僕が言っている国民主権とか自由っていうところについて書かれているものっていうのがあるんですね。憲法第1条と第12条なんですね。天皇は日本国の象徴であり、日本国統合の象徴であって、この地位は 主権を損する日本国民の総意に基づくと。この憲法第一条って前半部分の天皇が象徴なんだというところばかりに目がいくんですけども後半の方が実は多くの人に関係があって国民に主権があるんだって書かれてるんですよこれは。天皇陛下は日本国のみんなの象徴だ。でこの主権は 国民のみんなにあるんだよっていうふうに書かれてるわけですよね。そして、日本国憲法第12条。この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。また、国民はこれを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。 ですね、はいというふうに書かれているわけなんですこれがどういう意味なのかっていうのはねまたあのちょっと皆さん考えていただければいいかなというふうに思いますまあもちろんねこの説明しろよって話ではあるんですけれども、うんうん、まああのそれをするとね長くなってしまうので軽く言うと要するに、まあ、日本国のね日本この国の主権は国民なんです国民主権なんだよと でこの国民主権をみんなで努力して守らなきゃいけないんだと。自由や権利というのを守っていかないといけないんですよっていうことが書かれてるんですね。またこれをあのむやみやたらと振りかざしちゃダメなんだよっていう話ですね。みんなで公共のために頑張って日本をいい国にしましょうねっていうのがこの1条と12条だと思うんですね。その辺を今回ちょっと考えさせるきっかけになるんじゃないのかなっていうのは何だとえ。いきなり何を言ってるんだと。わからんよと。 いう人も多いかもしれませんけれども、まああの、安倍総理がね、緊急事態だって言って大騒ぎしている。これ、僕は一番安倍総理がパニックになってるんじゃないかと <laughs> 思っています。ちゃんと物事を見て、これがどういう事態なのかってやらないと、いや、むやむやたら緊急事態なんだ、みんな自粛してくださいって、それじゃあ収まらないし、収まってもこのまま、 保証不十分なまんまずっとこれを続けているとみんな、ね、生活できなくなるわけですよ。ねっていうところっていうのも全然考えられてなくて国民はそこをしっかり主張しなければいけないんじゃないかと。うちで踊ろうとか外で踊ろうとかじゃなくてみんな一緒に頑張ればいいじゃんとみんな踊ればいいやんっていう話なんですね。今こそ一つ団結して。 まあ別にあの安倍政権がね全くのダメなものなんだっていうわけではなく、今はもうあの人パニックですよ、完全に一人。一人というかみんなで。政治家が一番パニックですよ。こういう時こそ国民はしっかりしなきゃいけないんですよ。自粛だーって大騒ぎしている場合じゃないんですよ。みんな自粛しろじゃなくて、みんなが自粛したらどうなるの経済崩壊するでしょっていうところをしっかり考えて、どういうふうにこの事態を収めるのか。 というところを考えなければいけないんです。一人一人が考えなきゃいけないんですよ。これあの、自粛してても多分収まらないですからね。まあ、そのうちワクチンできて収まるかもしれないけれども、自粛して家にいりゃ収まるんだって。みんな最初は多分5月6日で収まると思っていたけれども、まあ収まってないよねっていうところなので、その辺っていうのもしっかりと、しっかりとね、えー、皆さん考えてね、えー、やっていってほしいなというふうには思っています。 はい、皆さんどう思われましたかねこの曲聴いて、まあ、曲っていうかもうあのね150年ぐらい前のなんだろうみんなが騒いでいた温度という感じではあるんですけれども、うん、ちょっとあのー、まあね「おいおいおいこの時にこれ言う」みたいなとこも僕は入れてるんですけどもあえてねまあ経済崩壊とかね まあ、これをね、どういうふうに思ったのかというところかな。うん。これがね、外でみんなでええじゃないかってできりゃあい,いんですけれども、今、まあ、とてもそういう空気じゃないですよね。まあ、それはそれでね、あの、誰かがやったら面白いんでしょうけれども <laughs>、安倍総理もどうしようってなりますよね。今、俺らそんなに支持率ないのっていう <laughs> 話になってくるわけですよ。うん。正直ね、その、なんだろう。 もともと安倍政権を支持していた、いわゆる無党派で支持していた人たち、別に安倍さんのファンではないんだけれども、今までの総理大臣に比べてよかったと、いいんだと言って支持していた人たちが、今回のこのコロナの騒ぎで、みんな離れていってしまっているように僕は思います。だいぶ支持してた人がね、あの批判してる、僕も含めてね。民主党政権よりはよかったじゃん、安倍さん。 って思っていた人たちが、なんだと、緊急事態になったらこれかと。今までの高い支持っていうのが逆に跳ね返ってきてるわけですよね。その辺がね、ちょっとあの安倍さんは分かってない。そしてパニックになって <laughs> あの誰が一番パニックなんて、これ国民じゃないですから政府がパニックですからね。何やっとんやと。 あなたらがパニックを起こしてね、いきなりあの緊急事態宣言バーンって出して、お前らみんな自粛しろってやって、ダメでしょ、なんじゃ <laughs>。あなた方がしっかりと冷静に判断しなきゃいけないんだということをね、国民の皆さんがえ冷静になってえー訴えかけていければいいんじゃないかなと。このまま自粛をずっとやってると、本気で経済崩壊しちゃいますよっていうところ、経済崩壊するとどうなるのか、いつも僕言ってるんですけども、食料がなくなります。 エネルギーがなくなります。電気が止まります。水道が止まります。ガスが止まります。さあどうしますかっていうとこまで、最悪行くんですよ、日本の場合は。全部輸入に頼ってるから。日本は技術で作ったものを輸出するんです。で、材料とか、燃料とか、食料とか、全部輸入してるんですよ。食品がね、一番マシで40、40%、約40%弱かな、40%弱、日本国内にあるんですけども。 でもそ、そんなんですよ。ね。それくらいしかない食料で、どうやって生き延べるんですかっていうところなんですね。経済が動かしたらね。輸入で,できなくなりますからね。うん。というところをね、ちょっと考えてほしいかな、というところです。まあなんか、あの、江戸時代の絵じゃないかの話なのか、それとも、僕のあの、今の状況に対する不安、不満というところのまとめなのか、わからなくなるくらい長くなってしまいましたけれども、えー、ぜひね、あの、皆さんもね、 この絵じゃないか歌ってみていただければと思います。はい、以上です。よろしければね、チャンネル登録していってください。フリーレイトに使われて過ごせるひまわりでした。